第一のルシファーリングを持つレッドドラゴンを探して樹海からシノ谷へと向かったドラゴンはシノ谷の奥深くでリングと同時に何かを守っているらしい第二のルシファーリングは遺跡を進んだ先にあることがわかったそしてその奥ではひたすらに力を求めて修行するケンタウロスがリングを守っている リングによってさらに力を増したケンタウロスはまさに恐怖だ第三のルシファーリングは洞窟の奥深くに住むエキドナという魔物が持っているリングは持つ者の,の時間が長いほど力を増す急がなくてはいけない、はい、最後のリング第四のルシファーリングは バイアの持つリングは最強のリングだ跡がないバイアはアジトである古城にエりすぐりの精鋭を集め始めた気を抜いてはいけない、はい、ルシファーリングを揃えた瞬間何か不思議な空間へと投げ出されてしまったどうやらリングの力とゲートが共鳴して空間をねじ曲げてしまったらしいこの奥に。 封印すべきゲートが待っている。しかしゲートからリングが離れて時間が経ちすぎた何かの気配がまとわりつき旋律を覚えずにいられなかった